辛い時はいつだってそばにいるからこれからは誰にでも大きな声で言ってやる私絶対漫画家になってやる特別賞を受賞させていただきました成瀬博です本当にこの賞をいただけてすごい嬉しいですし本当運が良かったなって思います。 私一人じゃ絶対にここまでたどり着けなかったので支えてくれたいろんな人たちにお礼が言いたいですしまだここののにに見合っったた実力が私にはなないいいいで、これからどんどんん頑張っていきたいなって思います。オーディション最終選考のオーディションは実際にアニメを収録してるアフレコ現場でさせていただいたんですけど本当に。 ガラス越しに審査員の人たちがずらーっていていカメラマンさんが左側から撮っててマイクが立っててって本当に初めてそう経験したものなので貴重な体験をさせていただきましたしその最終選考の自己 PR で歌を歌ったんですけどその時もアフレコ現場特有のマイクマイクじゃない、えっと、ヘッドホン。 をつけてマイクで歌うっていう形も初めてだったのですごい楽しかったですし貴重な経験になりました私が今まで声優さんとか役者さんからもらったワクワクとか元気とかそういうのを今度は私が皆さんに届けられるようなそんな声優になりたいです私はまだ未熟で実力もなくてこれからいろんな人に支えてもらって応援してもらって頑張ってい,い 行く段階なのでそういろんな人に応援してもらえるような支えてもらえるようなそんな人間になりたいって思っているのでよければ皆さん応援していただけたら支えていただけたら嬉しいです。